イリア・ヨシフォビチ・クレバノフは、ロシアの政治家。2003年11月1日から2011年9月6日まで、第3代、北西連邦管区大統領全権代表。元、副首相。1974年カリーニン工科大学を卒業する。大学で、電気工学を学んだ後、レニングラード工学機械合同に勤務し、1997年主配人となった。 1997年サンクトペテルブルク市役所に入り第一副市長となる。1998年ロシア連邦政府の副首相に任命される。副首相として軍事産業企業の改革が最優先課題であった。業界の反発を買いながらも企業170社を削減した。2002年に副首相から産業、科学、技術省となるが、この人事は 公格人事とみなされた。2003年11月1日、サンクトペテルブルク市長に就任したワレンチナ・マトビエンコの公認として、北西連邦管区大統領全権代表に任命される。クレバノフの北西連邦管区代表就任は、モスクワからサンクトペテルブルクへの首都機能移転を推進するものであると見る観測筋もあった。2011年9月6日、 ドミートリー・メドベージェフ大統領は、クレワノフを、北西連邦管区大統領全権代表から、解任した。解任にあたっては、他の公職に移るとの理由を発表した。同9月14日には、ロシア連邦安全保障会議からも外れた。10月、ロシアの船会社ソブコムフロートの取締役会議長に就任した。ぜ、ぜ、ぜ、ありがとうございます。